そんな無茶なやつだから、ガンド打ちで目に見える傷跡を出そうなんて平気で考えるのよね。あんなのゲマトリア一節分の詠唱で同じ効果を出せるのに、あくまで呪術にこだわるから空も飛べない人形になるのよ、バカ兄貴。その人形に追い詰められたのはお前だったね。それとゲマトリアはカバラの秘術だ。私はルーン専門だから、お前のように広く浅く知識を広める気はないよ。まあもっとも、この刻印の所有者の一人からケルトの結界を教わりはしたがね。これは城で祖父を封じ込めるのに使っていてね、犯人汎用のドルイド層を閉じ込めた塔とまではいかないが、そうだな、私では郵便ポストぐらいの大きさが限界か。ほら、昔お前が壊した赤いポスト、ちょうどあれぐらいの可愛い鳥小屋だよ。人間一人分をしまうには窮屈だろうが、祖父は肉体というより霊体に近い。見ようによってはそっちの方がふさわしいかもしれないね。そういったわけでね、先の青子の魔術を防いだので、この刻印もしばらくは使用不能なんだ。今のが本当の魔法だったなら、わずか3行の刻印では打ち消せなかっただろうに。青子、お前は僅差で負けたんだ。恥じることはないよ。じゃあそろそろ終わりにしよう。抵抗をするのは自由だが、ベオ相手にそれは辛いぞ。行って、アリス。トーコ自身の切り札も分かったし、アリスが本調子になれば勝てない相手じゃないものね。いつまでじらす気？私、待たされるのは好きじゃないんだけど。そうせくな。今赤ずきんを追っているところだ。黒帽子の彼女をそう例えるのはやや無理があるがね。
す。無事。はじめから森に潜ませていたとはね。つまりあれよね、甘く見ていたふりで初めから余裕なかったんだ。ベオ、今日は食っていいぞ。お姉さんの右足は確か噛み切った方だ。
それで首を狙ったのはすごいよね。女の人は本能的に自分の体をかばうものだって瞳子さんは言ってたのに。けど残念、せっかくの勇気も無駄でした。僕の体毛の質はこの姿でも変わらない。産毛だけでもお姉さんの蹴りを受け止めることはできる。それに少しだけ迷いがあったな。くっつけたばっかりの足だからかばったでしょ。人間が僕の相手をするならそんなこと気にしちゃいけないのに。ああ、でも どっちにしろミンチだから気にしても仕方がないよね。ほら、もったいない。せっかく治ったばかりなのに。目が死んでない。あんまり苦しめたくないんだけど。頑丈なのも考えものだよ、お姉さん。